です。お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。まずですね、改めてお名前を。メイです。メイちゃん。はい。メイちゃんは何歳ですか？21です。21歳、はい、若いですね。あの、ご出身はどこでしょうか？青森。青森、いいとこじゃないですか、はい。こういうお客さん嬉しいなっていうお客さん、どういう感じでしょう？ド変態のお客さん。ちょっと待って、メイちゃん。それは嫌いじゃなくて好きなの？メイちゃんは。大好き。なるほど。普通じゃ嫌なの、みーちゃんは。うん、ねえ、うん。窓開けて。はい。なるほど。窓開けて。窓開けて。みなさーい的な、うん。なるほど。そうなると、みーちゃんは、ちょっと燃えちゃったりする、うん。ちょっと身を乗り出してみなさいみたいな。あれですよね。そんなことしてないですよね。みなさーんみたいなこと。じゃあ、この仕事は大好きですね。そうですね。ねえ、どうでしょう、将来の夢は。将来の夢は、はい、本当はアイドルになりたかったけど、うん、フードルってやつを最近知って、フードルってやつになりたい。あれ、いけんじゃないのそれ、ゆいちゃん。ねえ、このホテルヘルス、はい、というですね、お仕事なんですけども、中身的には具体的に、まあ、ホテル来ました、来ていただきました。で、この後どういう展開に、何でしょうか。優しく教えてください。優しく、はい、めいちゃんの彼氏になるの。え、初めて会ったの。うん、え、じゃあ彼氏になれば、うん、恋人のようにそうこのお部屋でそうできる。はい。で、さっきからちょっと気になってたんですけど、このスポーツバッグ、なんかこれちょっとなんか何が入ってるんですか。これですか。はい、これのとかね。え、なにこれ、リボン。リボンね。リボン。はい。シャツ。え、なになに。レズソックス。あ、もしかして制服。うん。あらー、びっくりっていうか、恥ずかしい。え、これは着てくれるんですか。もちろん。はい。ちょっとじゃあお願いしちゃっていいですかね。任せてください。さあ、それではめいちゃん、着替えが済んだようです。レイちゃん、いい？いいよ。ご対面。あら、かわいい。はい。かわいい。はい。はい、とっくん。はい。メイのこと好き？好きかも。じゃあ、早速ですね、あの、恋人同士ラブラブということで、親方、行ってきます。じゃあ、めちゃ、ちょっと、いやー、どうもありがとうございました。ありがとうございます。お帰りなさいませ。ホテルヘルス最高。でね、はい、おばあにびんしたかやつ、はい。どうやった？いやー、斉藤さん喜んでましたね。うん、そうですね。なんか楽しそうでしたね。僕も行きたいですね、ほんまに。行ったことあるんだろ。いやー、まあ、実はね。で、あの、斉藤さんからちょっと聞いたんやけども、あそこの店、もう待合室いっぱいで、斉藤さんも大変だったらしいよ。うん、エレベーターもなんか常に動きっぱなしらしいわ。流行ってますね。うん、流行ってるみたいよ。あの子はどうかな、今の子は。青森の子っていうのは、いや、素朴でいいんじゃない。まあ最近青森の子可愛い子多いんだよね。あ、そうなんですね。まあ青森の子じゃなくて、新山ちゃんしか知らないですよね。そうそうそう、あとはちょっとわかんない。でも新山ちゃんちょっと前じゃないですか。もうだいぶ今これは結婚したけど、それぐらいしてわかんない。ちょっとレアな話やな。ちょっと一部しか知らないよ。どうやるな、この格好で。この人が今の人ね。そうだよ、めちゃくちゃアージンか、いじりよかったなと思って。わかりません。アージンって関東の人にはわからないかなと思う。わかりますかね。いや、わかんないわ。でもまあ、あれが斉藤さんの本当の姿かもしれないですね。実は。実はもう、こっちが作られてるやつで。まあ今日のはあのホテルヘルスだったけど、君それ一人じゃないか。そうですね、ホテル大好きなんで。あ、そう。はい、ちょっと背中の中に入って。ちょっと、そして何入るの。え、ホテヘルが一番好きなんだな、男だもの、ヒロシ。ヒロシだ。ヒロシだ。いつからかヒロシ。あのヒロシはイスランドヒロシ。でも、ホテヘルどのぐらい、ホテヘルどんなんやった。
ホテルってやっぱりね、デビヘと違って顔が、まあ、写真がですね、女の子写真選べるんですよ。パネマジも多いやん。いや、パネマジも見比べたら分かるんですわ。あ、ね、まあ、まあ、僕もただ行きますけどね、やっぱりいいところは店舗じゃなくてお客さんと女の子と一緒に手つなぎラブホテルを一緒に入っていくと、部屋を選べると、まあ、まあ、一緒に、ね、まあ、こういう気分で、そうですね、うん、一緒にホテルまで歩いていくと、それも楽しい。まあ、でしょうかね。まあ、それが一番恋人のね、感覚に近いからね。ね、ああ、それはいいよ、ね。ダビュー君もでも、さっきの店行ってるんでしょ。まあ、何回か行きます。行ってるやん。実は、何回か行きます、ね。まだちょっと裏情報ちょうだいね。あ、裏情報。まあ、さっきの子は知ってんじゃん。さっきの子、さっきの話したない。知らない。はい。ほな、まあ、来週からな、あの、うん、レポートは日本入る。日本入るの？行けない、行けない、行けない、行けないですか？これ、あの、かっこいい両津先生あ、日本も行かない日本も頑張ってもらう。じゃあ、あの人一人で二人の女の子を、ね、うん、今、ピーってなってるかもしれない。でも、これというわけで、うん、来週も頑張ろう。わかりました。頑張るぞ。おお初めて王があったかな。王だからピーバインレコードからデビューのマダムッター、永見純トリオがバックを務めます。軽快なラテンのリズム、女編です。女の股に力で努力、石のような女に妬まれ、鼻につく